ラストスタンドは、キム・ジューン監督による2013年のアメリカ合衆国のアクション映画。ターミネーター3以来10年ぶりとなるアーノルド・シュワルツネッガーの主演作品であり、韓国映画を今まで担当してきたキム・ジューンにとっては初めてのアメリカ映画でもある。かつて、ロサンゼルス市警察のビンワン刑事であったレオ・ウォーウェンズ。年を重ねて第一線を退き、 アメリカ合衆国とメキシコの国境付近の町、ソマートンで保安官として静かな生活を送っていたが、ある日彼のもとに FBI から緊急の電話が入る。移送中の凶悪犯罪者が仲間の助けを得て脱走し、時速400キロを出せる、シボレーコルベット ZR-1 の改造モデル車で FBI を振り切り、メキシコへの国境後への途中に位置する、この町へ向かっている。 可能性があるという。その連絡は、国境付近の老農場主を訪ねた、ベイリー法案官補が、コルテスの部下たちと遭遇し、射殺されるに至って、現実のものとなる。警察や、周辺の応援も間に合わないという状況か、最後の取り出となったオーウェンズとその仲間たちが、町の武器マニアが集めていた新旧の銃器を手に、最新鋭の兵器で武装した犯罪者グループと戦う。 撮影はニューメキシコ州とネバダ州で行われた。ありがとうございます。